まだ追いかけてくる。逃げなくちゃ。もっと早く、もっと遠く。これ最初に故郷を襲われた時か。絶体絶命。ちなみにこの実はでかいのが守護獣かなんかで、これがカロンになった説も一個考えてるんですけど、違うかな。でももうこれアヌリスがカロン説はだいぶ薄れてきた感じするんですよ。また昔の夢を見たのか。うなされていたぞ。あれから随分な年月が経ったが、お前はずっと引きずっているんだな。故郷へはまだ戻りたいのか。その孤児というのか、お前の話だわ。あまりいい扱いではなかったんだろう。そんな故郷が未だ大切なのか。私は当初自分のことを知りたいと願っていたが、今ではその思いは随分と小さくなった。なんというかな、もうここが故郷でいいと思うんだ。私は今の生活が満足で、なんというか好きなんだ。自分が何者かというのはそこまで重要ではなくなった。お前はそうじゃないのか。やはりお前も同じか。では、やはり夢に見るのは、生き別れた幼なじみのことだな。確かに、その娘との接点は、共に育った故郷だけ。その娘が、今もその故郷にいる可能性は、なくはない。状況的に、絶望的ではあるが。いや、すまん。そうだな。今は共に探してくれる仲間がいる。今にきっと見つかるさ。では今日も酒場へ行くか。昨日は昔の夢を見たんだ。意外ともうすぐかもしれないぞ。虫の知らせというやつだ。手がかりになる仕事が舞い込んできたりしてな。そりゃやべえな。あいつ喜ぶかしら。ん？何かあったか。お、来たな。ずいぶん嬉しそうな顔をしているじゃないか。城の報酬がそんなに良かったのか。驚きなさいよ。あんたの故郷が見つかったんだから。え、変。お？前にも消えたセリフだな。全然驚かねえな。まあまあそうなるわよね。何度も外してるし。だが今回はマジっぽいぜ。あんた前に、あんた前に故郷は建物を上回るくらい大きい魔物に襲われたって言ってたでしょ。まあそうは言っていたかな。その後、我々は様々な魔物を見てきたが、そんなに巨大な魔物など、実際はいないよな。ホリンは結構でかかったよ。そうなの。子供の頃に見たんだもの。大きく見えちゃったんじゃないかって。そんなの聞いたこともないし、私もそう思って、その点は気にして考えてなかったの。だけどね。いたにはいたんだよ。二階建ての建物を超える巨大な魔物がな。ただその大型は昔魔王城周辺で一体確認されただけだ。だから見たことのあるやつはほとんどいねえ。あんたが子供の頃って
魔王城はアクラシノにあったでしょ。それで襲われた村を調べようと思ったら、あそこって島国じゃない？該当する村って一つしかなかったのよ。それで記録によると、その大型に襲われたのが10年前。おお、ちょうどお前が襲われた時と同じくらいじゃないか。今までのどの情報よりも当たりに近い気がするぞ。やはり昨日見た夢は何かのお告げだったんじゃないか。あの時はまさに暗黒大陸って感じだったが、今の世界じゃあの島はだいぶマシになってる。復興が始まって10年経ってるからな。ん？今の世界？いや、そう考えると、あの時お前はあの大陸にいた可能性があるわけか。おかしな因果を感じるな。何？何の話？まあまあ、それはそこが本当に兄さんの故郷だった場合の話だろ。とにかく行ってみようぜ。今回は本当に期待できそうだな。早速向かうとするか。行ってみようぜじゃないわよ。ガウ、あんたは仕事があるんだから行けるわけないでしょ。だけどよ。だけどもへったくれもないわよ。あんたが温泉に来たせいでやってない仕事なんだから。そっちの二人は特別サービスよ。ここで仕事をする代わり故郷を探すっていう約束だったからね。すまんな。その分ガウに頑張ってもらうから。とほほ。じゃあ準備ができたら教えて。クロに船でアクロシノンまで送ってもらうから。うん、では準備をするとしよう。まさか船旅があるとは思ってなかったからな。まあ、一応セーブしてあと、もしも時は戻ります。故郷が見つかるといいわねって。そうね。お、シロも来てくれんのかい。気持ちのいい日和ですね。悪くないわね。なんでお前まで乗っているんだ。何よ、悪い？私だってアクラシノに用事くらいあるわ。新しいお店ができたみたいなんです。シロはこう見えておしゃれさんなんですよ。それに最近気になる人ができたみたいで。お？ちょ、何言ってんのよ。なんだと？シロに好きな男ができただと？信じられん。そんなわけないでしょ。男なんて言ってないし。身近な男といえばお前のことだったりしてな。バカ。お？クスクス。まんざらでもない。まあでもそういえばアクラシノンは歴史変えたから荒廃してないけど、どうなってるんだろう、その後。それでは私はここで船を守っていますね。ああ、毎度すまんな。今回は私もここに残るわ。クロが一人だと寂しいだろうし。シロ、ありがとう。そう言いながら英雄殿に気を使っているんですよね。違うわよ。まあ水入らずで話したいこともあるだろうし、邪魔者は船の番でもやってるわ。ありがとう。いいんです、英雄殿の念願がやっと達成できそうなんですから。役に立てて嬉しいです。できる限り早く戻ってくるとしよう。その時はもう一人連れているかもしれんがな。ええ、楽しみにしていますね。さ、とっとと行きなさいよね。あっと、いかん。うわ、間に合わなかった。あー、もう、な、ニパ、お、看板、風車の町アネスタ。お、故郷じゃないんすか、これ。そういえばオープニングで風車映ってたもんな、いっぱい。
やっと来た。ごめんください。あら、珍しいわね、若いお客さんなんて。そうそう、多分今同い年ぐらいになってるはずなんですけど、アヌリスという人探してます。あんたと同じ年くらいの女かい？村で一番若いのは私だね。どうも。何しに来た？この村には墓くらいしかないぞ。若い女？ここは年寄りしかおらん。10年前の生き残りのな。すいません。まあまあ、こんな何もない村にお客さんなんて。相当寂れてはいるな。この村は10年くらい前に魔物にひどい荒らされ方をしてね。ここはその時に亡くなった人たちのお墓なんですよ。あまりに多く亡くなったものだから、生きてる人よりお墓の方が多いの。はあ、同じこと思った。おいおい、とんでもないな。ええ、ええ。お墓には名前を入れてありますよ。遺体の見つからなかった人たちの分も全部ね。すごいな。生き残った人たち全員で作ったの。一人一人の思い出を忘れないようにって。おかげで普通の人は村に寄りつかなくなってしまったんですけどね。これ主人公もいなくなったことになっちゃってるかな。あなた辺境に飛んじゃったし。お、おい、この墓、ほら、お前の名前が書いてあるじゃないか。あ、まあそれは当然か。行方不明になったのだから魔物の腹に入ったと思われたんだろう。それはそうと、これで確実になったな。ここがお前の探していた故郷で間違いない。幼なじみの行方はどうだろうな。その墓が気になるのか。その墓の中は空なのかって？いや、そこには入ってるよ。え？と言っても、そこは特別でな。そこに書かれている名前の子ではないんじゃ。ああ。その子は結局見つからんかった。あの時、村の外におったみたいでな。では、入っているのは？あの惨劇の後、山の向こうだの、村のものでない女の子の遺体が見つかったんじゃ。墓は村人の分しか作っていなかったからな。買い取ったその墓に入れたんじゃよ。そうか。その女の子の風貌か。なんせ10年前だからの。おお、その通りじゃ。金の髪に赤い服を着ておったかの。ん？どうした？一つ加えておくとな、その子は魔物に殺された感じではなかったぞ。あれは切り殺されたんじゃ。あの状況で不自然だったからだ。それだけはよく覚えておるわい。ん？おい、どうした？何？この墓に入ってるのは幼なじみのアヌリスだと。
確かに状況からすると間違いないか。こいつはなぜか辺境へ飛ばされたが、アヌリスはそうはならなかったというわけだな。かけてやる言葉が見つからん。今はそっとしておくか。そうか。そろそろ戻ろうか。黒たちを船で待たせているからな。そうか。では、黒に伝えておく。おい、気持ちはわかるが、いや、本当は分かってやれないが、お前のことが心配だ。何も口にしてないじゃないか。水だけでも飲め。お前、ここで死ぬつもりか。確かに、ずっと探していた幼馴染だったんだ。悲しいのはわかる。だが、お前にはもう、他にも大切な人間たちがいるじゃないか。その者たちのためにやれることがあるじゃないか。私だって。確かにね。まあ、これが、まあ目的だったけれど。しかもさ、まだ、あの、王女の、と偽って出てきたフードの人と、魔王城にあったアヌリスらしき、ものの謎が何も解けてないんで、ここで一旦ちょっと止まるのはまだだと思って、主人公戻ろう。うむ、そうだな。帰ろう、我々の家へ。我々を待つあいつらのところに。すげえエンディングになりそうやけど大丈夫かな。いや、それから我々はギルドへ戻った。帰る場所がある、そう感じた。吹っ切れたあいつの顔にミルーも優しく微笑んだ。ガウは肩を叩いた。黒は遠くから見守った。白は心なしか嬉しそうにしていた。それから我々は様々な依頼をこなし、名を上げ、果ては北の端から辺境の奥深くまで大冒険活劇を繰り広げたのであった。あいつはもう過去のことを話さない。私ももう自分を探してなどいない。これから作る未来こそが我々にとって大切なものなのだから。終わった。でここで前回はいを選んだんですね。
ここで、じゃあいい家を選ぶと、進むのか。お、さらなる選択肢があるのか。天秤を使います。私利私欲のためですが。ほら、そう言われるわ。今なんと、天秤を使うと言ったのか。うん。過去を変えるか。確かに前回我々は自分たちの望む結果のために天秤を使い、一度歴史を改ざんしたわけだしな。今さら使ってはダメだと言えるわけもない。私はお前の望む通りにしたらいいと思うぞ。おう、意外と柔軟に対応してくれるんやね。お前はその力を手にしてしまったがため、振り回されながらも今まで多くの命を救った。お前自身の望みのためにそれを使って誰が責めようものか。なぜ私に謝る必要がある。私はお前と共に生きると誓った。お前の望みは私の望みだ。では私が過去を変えたいと願えばいいんだな。あ、そうだ、自身じゃなくて他の人が願ってくれないと発動しないからね。うん。だがこの場所ではダメだろう。前回そうだったように変えたい過去に関係する場所へ行く必要がある。その幼馴染の遺体があったのは山向こうだと言ったな。ふむ、向かえばその場所がわかるか。よし、では今日はゆっくり休め。そんな調子では結果を思う通りに変えることなどできないぞ。明日その場所へ向かおう。その夜、私は夢を見た。小さかったこいつと共に過ごした日々の夢だ。こいつは魚を釣り、私は木の実を取り、お互い集めた食料を自慢し合った。私は思い出していた。二人でイノシシを狩り、初めて焼いて食べた肉は本当にうまく感じた。私は日々本を読み、こいつに語り聞かせた。立派な男に育ててやろうと。鳥の体ながら決意したのを覚えている。そして、こいつは立派に育ってくれた。自慢の相棒だ。私は自分の存在について、ある程度の覚悟を決めている。私の考えでは、天秤は変えたい過去に関係する者の願いにのみ応じる。明日もし私の願いに応じて天秤が起動したのなら、そうだよな、それは私の存在が考えたくはないが予想の通りであることを示している。そしてその場合、私は辺境の地に飛んだ時点でカロンがいて主人公と出会ってるってことだから、そのもう辺境に飛ばされる事実自体を変えないと多分少女を救えないから、そうなるとこの主人公とカロンの出会いがあったっていう世界線はなくなってしまうんだよね多分。うん、どうなるんだろう。あ、で、ラオラ様、ハート、ありがとうございます。よし。では、幼馴染の遺体があった場所、この村の東から出た
山の向こうだったな。お前とアヌリスが巨大な魔物に襲われた場所まで行くぞ。苦い結末など書き換えてやろうではないか。第7章、掴んだ未来。トゥルース。そう、なぜアクラシノンが派兵し、こんな少数の老人しかいない村に。この先に行きたいだと言わなかったが、誰も通すなと命を受けている。問答無用のようだな。山側から来たことを確認できた者以外は誰も通す気はない。なんか違法ないっすかね。あ、おじいさん、あの兵士か。わしら村の者を見張っとるんじゃよ。なんでかって、わしらはあれじゃからな。あれ、山の方に立ってる兵士のことかい。どうすりゃいいかな。あんたいい人そうだから教えてあげるよ。あれはね、あたしらを監視してるのさ。どういうことっすか。この村は年寄りしかいないだろう。自警団も減ったくれもあるもんじゃない。外の魔物もめっちゃ強い。うん、確かにめちゃくちゃ強かった。それは私も気になっていた。魔物から身を守る術がない。10年前の時もそうさね。あたしらがたまたまうまく逃げ切れたってわけじゃないんだよ。あたしら生き残った人たちはね、実のところ魔物に襲われなかったのさ。なんだと。あたしらの中にも理由がわかる人はいなかったよ。なんで襲われないのかね。ただこのことは隠しようがなくてね。この村のことも明らかに奇妙だろ。気味悪がられて魔物の眷属だっていう人も出てきてね。それでアクラシノンが派兵しているのか。実際に襲われてみるまではわからないじゃない。だから本当は世の中にどれだけいるか。城下町に続く山を封鎖したところで意味なんてあるのかね。アクラシノンは魔王から解放されたばかりだ。警戒を強めるのもわかる気はするがな。兵士がいるのはそういう理由さ。あたしらを山向こうの城下町に行かせないように監視してるってわけだね。じいさんばあさん相手にご苦労なことだよ。うむ。しかし困ったな。このままでは通ることができないぞ。兵士をなんとかしないといけ。おい。ここだけの話ですけどね。兵さんに少し眠ってもらって。平原で採れるハーブを調合すると、よく眠れるお薬になるんですよ。このことは秘密にしておいてくださいね。ハーブとやらは全くないな。ないね。ボスか。なんだあの魔物は。気をつけろ。強そうだぞ。ん？今何の攻撃？火か？生属性か。生属性でいてほしいな。闇も入ってる。入ってるか。これガードしてんのに。すげえダメじゃない。
逆。これか、さっきの炎に連発で当たっちゃってた。あ、青様、こんばんは、いらっしゃいませ。アイテムだろうち、あ、いえいえ、わざわざ来ていただいてありがとうございます。あ、これも効いてる。でもやっぱボスにはね、この一体判定のが入るんでね。あ、さらにハート、青様ありがとうございますと、ファラウラ様もいいねありがとうございます。怒涛のハートありがとうございます。あと少し。あ、ナッシー様もファイトありがとうございます。上げすぎ。脳裏で消しとかもいける。よしよし、まあ火の玉に気をつければどうとでもなりますな。よし、あ、ラブリーなコニーちゃんもありがとうございます。あ、ゆっくりお休みなさいませ。本当ですね。はい、倒せました。どうせ言ってる間になんとか倒せたか。ん、何か落としたぞ。ハーブを手に入れた。よしよし、うむ、どうやらこいつが食べ尽くしていたようだな。道理で見当たらないわけだ。ほ、なんだこの煙は。立ったまま寝たな。ここは木陰になっていて随分暗いな。嫌な視線を感じる。気をつけろ。またボスか。ハエの親玉か。こいつらハエやって。召喚量がやばいな。ちょっと、あれだな。よし。ああ、こいつも闘技場で最初戦っといたぜ。ハエ爆。あ、ハエが爆発すんのか。じゃあハエをあんまり残してるとまた後で困るパターン。かといって本体をとっとと叩かないと。めちゃくちゃ召喚してくるやん。あ、しかもこいつそういえば毒にしてくんのか。生息性が入る感じだった。
探れんのか。内残客が多分後輩だから。見えない。オホロがめちゃくちゃ当てづらそうだな。悪連が出ちゃった。ちょっと追ってきてくれ。あ、ラウラ様、ありがとうございます。私の今日この辺りで失礼いたします。すいません、おやすみなさい。すいません、呼び来ていただいてありがとうございます。おいおい、例えばソードブレイカーがマスターさん、闇が通りやすいんならこれどうや。いや、チラッと入った。右手で。闘技場で戦ってたんで、なんとかなったか。よしよし。ふう、そろそろ山を抜けられそうだな。目的地まだ相当遠くないか。絶妙に見覚えがあるこの風景。ここがその場所か。よし、では願おう。お前の過去を変えたいと。ん？おお、天秤が私の願いで起動するんだな。例えば少年魔術師、魔術師来ないな。そう、ここよ。お、本当にここに出てきた。そうそう、この
ちょっとドラゴンっぽい。なのよ。おお、間に合ったか。こいつが。ああ、驚いたな。なんという強大な魔力。この力は魔王を上回っている。こんな魔物が存在したのか。これは相当な相手だぞ。全力で行け。全然攻撃が通ってねえな、この装備だと。シャドウに変えて、ちょっとまた、はい、ボス用武器に変える。クリエイターのエナジードレインの、シャドウが通るんならこれで入れたいな。アイテムマスターのどうしようかな。微調整つけとか。絆。そうだ。そもそもあれじゃないか。邪気眼つけると見えるんだよ。のくせなし。回復がなかったら、もう邪気眼、邪気眼じゃねえや。あれだ、爆発があるのか。出血食らった瞬間にあれだな、もう回復できずに積んでた。ブレイス。次何。やばい。生息性はどう？よしよし。よし。で、お、あ、あれ？効かなくなった。あ、こんなまず、おそこ出血がまずいや。ブレイズが連続で戻ってくるから、やだ、ゲージめっちゃ溜めとかないとカバーしきれんな。これはよし、お、結構削ってきた。逆、クリアはタイミングを測れば多分いいと思う。アビサ、よしよし。クリアはいける。ブレイズやな。逆
ック。やべ、ブリーズが発動する。おーし、止めた、押した。ねえ。よし。アヌリスを切ったのは、まあ、わかるはず。やったな。そうだ、お前は立ったんだ。そして最も大切なものを救った。目的は達した。元の時間に戻るようだな。お前は私の誇りだ。立派に育ってくれたな。お前はもう私がいなくても大丈夫だ。一人で生きていける。アストレイアよ、最後に少しだけ時間をくれ。救った命大切にするんだぞ。アヌリスを幸せにしてやれ。そしてお前も幸せになれ。それが世界を救う鍵だ。今までありがとうな。そしてギルドのこと、あいつらのこと、よろしく頼む。お前と過ごした日々、決して忘れない。最高の人生だった。元気でな、相棒。そうなんだけど、いや、全然謎残ってんのよ。そう、これカロンと出会わない世界線になっちゃうんだよね、これは。あ、いいね、ありがとうございます。元の時間に戻ってきたようだ。カロンがいない。あ、でもこの時間世界線、こ、お、お誰かいますね。